田中明る日は日本のプロ野球選手。宇と右みち。NPB 時代の登録名は明る日。小学2年生の時に長ソネストロングスで外野手として野球を始める。中学時代は浜寺ボーイズに所属。英明高等学校では1年秋にレギュラーを獲得。2年秋には県大会で優勝し四国大会8強に進出。 全国大会出場はなかったものの、高校通算18本塁打を記録した。高校卒業後は、アシア大学に進学し、2015年にアシア大学と教育提携を結んでいる、ベースボールファーストリーグの兵庫ブルーサンダーズに入団する。1年目は37試合に出場し、打率333を記録。2年目は、長打力が開花し、 5本塁打を放ち本塁打王を獲得する。3年目は7月に行われた読売ジャイアンツとの練習試合で2本塁打を含む4安打6打点。9月19日と20日に行われた楽天との練習試合でも2試合連続で本塁打を放つ。レギュラーシーズンでは15本塁打を放って本塁打王を獲得し、リーグ記録となる打率422を記録し、 首位打者に輝く。また、シーズン MVP も獲得する。2017年10月26日のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト模位で指名され、11月13日に契約金3000万円、年俸700万円で契約合意した。背番号は50。12月25日。 田中のドラフト指名を記念して、田中が兵庫ブルーサンダーズで着用した背番号77が、チームの永久欠番に指定された。契約合維持に登録名を名前のみの明るい日とすることが発表された。楽天入団初年度の2018年は、2軍キャンプのフリー打撃で29スイング中14発の、作声を放つなどアピールしたが、シーズン中に故障したこともあり、 一軍昇格は果たせなかった。二軍では、6月26日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、桜井シュートからセンターバックスクリーン左への場外弾を放つも、公式戦での本塁打は、この一本のみにとどまり、25試合に出場し、打率、204打点といった成績に終わる。年俸は、現状維持で契約公開した。 2019年も春季キャンプから2軍スタート。この年も故障に苦しみ、7月から復帰するも1軍出場はできずにシーズンを終えた。2軍で前年より多い42試合に出場したものの打率234、4本類打7打点に盗塁という成績だった。同年10月18日に球団より戦力外通告を受けるが、 同時に育成選手としての再契約を打診された。11月19日に育成契約を結んだことが、球団から発表され、支配下に上がり、1軍でホームランを打ちたいですとコメントした。背番号は150に変更された。育成選手となった2020年も、春季キャンプは2軍スタート。シーズンが開幕すると打撃面の成長を見せ、二軍公式戦45試合に出場し、 だりず、334本塁打、23打点、2盗塁という好調な成績を残し、最終盤の4試合では16打数9安打、2本塁打と絶好調だった。しかし、支配下登録に戻ることなく、11月5日に、球団から戦力外通告を受けた。現役続行を希望し、12月7日、 明治神宮野球場で開催の12球団合同トライアウトに参加。シート打撃で4打席に立ち、いずれもバットを折られながらのライト前ヒット2本を記録した。スポーツライターの安倍雅彦はトライアウトの場での明るい日の立ち振る舞いや打撃内容を高く評価した。12月14日には自身のツイッターにてプロ野球選手を断念することを明らかにしていたが、 2021年1月27日、ベースボールチャレンジリーグの福島レッドホップスに入団することが発表された。発表に付されたコメントでは NPB 復帰を目指すことを明言した。しかし、シーズン終了後の10月1日に任意引退により退団することが発表された。明る日に関するカテゴリー、ありがとうございます。